ングラします。ありがとうございます。明日明日。もう私はちゃちゃっとナングラを決めたいと思います。私もちゃちゃっと15分で終わらせるんですよ。私もルームスだって充電がない。髪の毛が延長コードあるから今髪の毛がボサボサすぎて嫌だ。誕生日そうなんです。ありがとうございます。ごめんなさい。もうそんなリサちゃんにドス、はい、プレゼントをドスッ。ありがとう。あ、リサのプレゼント持ってきた。明けな晴れ、はい、いただきます。あ、泉ちゃんもプレゼントこっちに送ってくれた。ありがとう。ビクトリー先生ハートありがとうございます。ナングラします。お題はクリスマスに、あ、違う違う何だっけ、サンタさんにもらって、さっちゃんプレゼントありがとう。二度見するプレゼント、二度見するプレゼント、サンタさんにもらって二度見するプレゼント。何でしょう。わ、何二度見しちゃう。みんなみんな決まってんねん。何すごい、みんなに勉強教えるけん。あー、二度見するわ。アイパレをいただきました。高いでしょ。え、かわいい。バビ、え、バビメロ。そう、みんなもそれ出たの。かわいい。めっちゃいいやつをいただきました。お揃いを持って。ありがとうございます。お揃いというか色違いをあげました。すごい、ありがとうございます。こんな感じでした。何がやる。あ、やば、眉毛ないのバレる。キャプテンさ、キャプテンたかさんさん、もしありがとう。ちょっと待って、考えよう。みんな考えよう。何二度見しちゃう。何やろう。サンタさんにもらって二度見するもの、なんかこういう時ってパッて出えへんからな。背景がちゃう。誕生日や、誕生日や、うん、誕生日仕様ありがとうございます。あ、時望さんありがとう。すげえ冬仕様になってる。サドル、サドルはさ、なんか二度見をするけど、このネタ通じひんからね、ナングラの大人たちに。自分の中でやったら、知ってる人やったらわかるけどさ。あ、うじいさんプレゼントありがとう。尊敬してる子がいましたね。なんか坂田推し多いからね。私もね、ちょっと書いていただきたいなと思うのでね。書いていただきたい。嘘でもいいので憧れの先輩さん。フローリンさん、4日後誕生日おめでとう。ハガレイちゃんです、ね、早いけど。あ、まさひろさんもプレゼントありがとう。タムさんも、タムさんもありがとう。じゃあ何は、何レイちゃんは何が人飲みしちゃう。公園来てくれてたから覚えてるんですよね。ケンタッキーの骨飲み、うわめっちゃ嫌や。それ認知能力バリ食べたアイドル像が、私の中のアイドル像は松本美平さんだなと。嫌だ。リサ電話鳴ってるくない。え、なんかどうしよう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 、え、どうしよう。メッセージを送信。みならさんプレゼントありがとう。後でかけ直します、うん、待って待って、皆さんほんまに考えよう、一緒に思いつかんから。雪の電話が来ましたけど、どうしましょう。え、私の中にやらかした、やらかしてないの。サクラズ DD 愛好者です。今回のさ商品マジでマジで欲しいからさ、ほんまに本気で行きたい。いつもさ、いつも欲しいけどいつも入賞できひんから、今回はもう桁が違うもん。商品だから本気よ、ね、やばいな。超さあげてくれたから。小原慎之助のすけさんプレゼントありがとう。伸びひだし、さっちゃんさんプレゼントありがとう。あかん、ボサボサ髪の毛。みーちゃんルーム入った。やっぱあ、この後、この後リサと6時から6時からやりたい。やります、やります。ルームスをお試しなんで、本当にぐだることを前提としてお願いします。使いこなせないんですよ、あれ。よくわかってないから、ね、うん。じゃあ、あの、ナングラ、あの、ナングラやります。ナングラ。わさぽんさんとか、生首って書いてましたね。大変なわ。トナカイが3体の広場の文句を書き連ねてきちゃう。他なんかありますか。え、皆さんの中で、今投稿してるメンバーの中で、どれが一番面白いですか。緑の人みたいな。なるほど。どの人のどれが面白かった回答とかありますか。わあ、ヨギボーは嬉しい、嬉しい方の二度見しちゃうね、確かに。あとね、どんな感じでね、皆さんが子供に手を挙げないといけない。あ、うまいね。やっこさん、プレゼントうーん。あの、みひなに宿題を、サンタの名前、あ、わかぽんさん、サンタの怖かったね、確かにあれは二度見しちゃうよ。サボサボカツラなんやろ。やば、ホラーや。昔捨てたぬいぐるみは怖っ。怖
怖っ。あ、モネモンさん、プレゼントありがとう。そうです、ね、うわー、ユーミダンススクール体験。わー、それも二度見しちゃうね。2人どっちのルームに入るか悩んでます。2人どっちも入っちゃう。あ、プレゼント、黒島先兵隊ポンさん、ありがとうございます。何が二度見しちゃう。すごいプレゼント、ありがとうございます。どういうさ、なんかどういう系統でいったら入れるんやろ。ガチの嬉しい、さっきみたいなヨギボーみたいな嬉しい方で二度見パターンか、衝撃的なもの。ありがとうございます。来年のサンタさん、うん、勉強教える件しようと思ったけど、他なんかありますかっていう意味で、自販機こぼった。あゆみさん、プレゼントありがとう。冬休み宿題全部やってあった。あ、それはいいね。あれ、あの、なんやっけ、おつまみ、おつまみ5箱分。何言ってんの。昨日の MC のお話ですね。気になる方は、あ、もう一回よ。ミヒンのこと尊敬してるって言ってくれてる、機会がいったの嬉しい、嬉しいです。生誕祭、あ、そうや、生誕祭今日当たるんや。今日らしいですね。え、今日何やろ。今日だってさ、人によってさ、明日か。あ、マチャピンさん、プレゼントありがとう。リコタンもありがとう。あ、なるほど。なんていうの、そのさ、人によって二度見する基準が違うからさ。スキーキャンプ系、分からんわ。スキーキャンプ系、あ、なんやこれ。あ、ブッシュ、あれ、ブッシュドノエル、婚姻届けとか。ユキチが一番面白いよね。誰からのお届け物か二度見しちゃうよね。今日って言われてます。アミちゃんの持ってるアレクサ。まだ来てない、今日やけど。プレゼントの隣の家、プレゼントに隣の家の子供の名前が。なんかさ、あれやねんな、メモにまとめてるね。なんかあったけど、何考えたか忘れた。ちょっと一瞬見たいねんけど、一瞬中断していい。こんなんできる、中断ってできる。なんだこれは。できんの。できん。じゃあ一回さ、メモ見たいねんけど。まあいいや。ちょっとなんかない。大喜利やからバラあるのが。そうやんな。あよちゃん、ありがとう。プレゼント、りゅうやんさんもありがとう。私は最近使ってますよ、めちゃくちゃ。みんなも買うねん、お年玉で。朝ですよ。朝ですよ。最近頑張ってるからね。クリスマスパーティー2020に入ります。マジで思いつかんねんけど、どうしよう。25日までには投稿しなきゃからね。皆さん教え、なんかいいの。考えてるんですけど、出てこない。むずいな。なんか景品が欲しければ欲しいほどお題が難しい。うん、わかる、わかる。なんか、すごっ、彼見えへんね、ダメ。それで、すいません、リサにしとこうか。漫画にか、漫画にしよう。この世の全部、すべての漫画。パン持ってくるの忘れたじゃない。プレゼント持ってくるの忘れたって言って手紙。最悪、そんな食べかけのパン一気。うわ、いやいや、なんで食べかけてんの。どうしよう。いやでも、明日さっきの昔捨てたぬいぐるみはいいね。6時からですよ。ちょっと怖めの。はい、一番欲しいプレゼント、一番嬉しいプレゼントはナングラスタッフさんから。え、ほんまにそれ、え、それのありやん。なんかナングラスタッフさんからの最優秀賞的な。来ちゃったよ、来ちゃったよ。明らかに開封されるプレゼント。あー、いやいや。サンタが煙突にハマった黒歴史。いや、私にも台本来てないですからね。ハートありがとうございます。悠々八騎士を出てるでしょ、さすがに。それで出なかったら泣きます。八騎じゃないよ。八騎じゃないよ、私も。あ、たくやんさん、ね、
パラありがとう。私にもさ、今のメンバーボサボサやアグルさんペンライトありがとう。それが出る前からあ、カラテさんが出るんだなって思ってました。あのツイッターは全体のにこれ誰が出る？バケツ茶碗蒸し。やばいやばいやばい。原作は名前だけ。なんかないかな。原作読もうかなって。なんかないかな、なんかないかな。やばいやばい。ないですね。欲しいもん。めっちゃ欲しくない？何が欲しい？ヤスミさんプレゼントありがとう。今充電 20% しかないね。え？延長コードある？あれで。え？Thank you。朝弱いんだよ。朝弱いんだよ。誕生日では私起こさないんだよ。さきもさんファイト。ありがとう。ファイト、ほんまにファイト頑張ろう。カラテさんと出ないよ私。何言ってんの？私朝からカラテは無理ですよ。起きられるか、そう起きられるか。半分寝起きだから。アグルさんバラありがとう。30分ぐらいあるんですよ。だから30分の間に多分起きるんですよ。うんうんうん、目を覚めるパスポートできるんですよ。超早口やな。二度見してくださいと書いたの、うわ、それは思わず二度見しちゃう。なんか見えなりバリ見られた。こっち見てると思って。メイクさんはないですよ。メイクさんがやってもらうので。うん。締め規制募集のチラシ、うわー二度見する。配信中に寝るのはやばい。なお、こまえさんプレゼントありがとう。私はあれはほんまに無理なんですよ。私朝はほんまに無理。 寝起きだけはやめてください。マジでおもろかった。寝起きがいメイクしてもらう時めっちゃ早かったんですよ。とか見るのと見ていけない。寝てなくて、うん、そのままオールしててめっちゃうるさかった。ちょっと20分には終わらないと。ほんまに全員が全員さ、ダメなの。なんかさ、女子の夜ですよ、ね、それはうるさいよね。そんな隣で私は熟睡してましたよ。8期の中で一番睡眠時間長い人が一番起きれなかったですね。あの一番早く寝て、あ、アカニスちゃんプレゼントありがとう。12時までにはアイピョンが配信終わるまでには多分見てたんですよ。アイピョンが頑張って言う。リサがバレ喋ってる。今日メイク薄い。今日メイクしてないです。どうすっていいんです。だからこんなに顔が薄いですよ。記憶がないから多分12時まで寝るんですよ。で、めっちゃ3時ぐらいですよ。そう、この人、一番寝てる。なんだっけ、シーツを自分でやらなあかんくて。で、みんなは5分とかでできてるの。この人も30分とかかかってきたよ。じゃあその時の動画ちょっとルームスだけます。呼ばれたらして松坂入ってたら6度目。ルームスだけます。朝ごはんもさ、記憶ないよ、なんか。聞くわ、そんな。松坂の Be My Baby の格好をしたジャケシャとか。CD のジャケシャ。バリミちゃんはめっちゃ笑ってまうもん。でもこれは美咲しかわからんと思う、このネタの面白さは。私ね、あのまず5時からでしたっけ、あれ寝起きドッキリが。で3時ぐらいに起こされてメイクをしてもらうわけですよ。でめっちゃ欲しい、マジで欲しい。でちょっとドライヤー欲しい。寝起きドッキリの前はベースメイクとしてドライヤーが一番欲しいです。でそれで寝起きドッキリが終わったらその他のちゃんとしたメイクをしてもらうんですけど、うなりくんさんプレゼントありがとう。寝てたし、プレゼントありがとう。お、NMB 最高さんもプレゼントありがとう。本当にやばかったね。あ、ともひこさんとかありがとう。今回絶対リサも寝坊するやろ。あ、ワリーさんもプレゼントありがとう。いやもう逆に寝ない今日は。え、ちょスマホの商品のドライヤー、あ、もうあえて商品のドライヤーを、もう欲しいアピールしとこうかな、大人の方に。だから今日もメイクさんにメイクをしていただいてるときにケイトさんの可愛い写真とかを眺めて頑張って目を覚まさせたらと思います。頑張ろう。あと、ありがとうございます。わ、でもいっぱいありがとう。これ言ってないだけで、あの全員分の回答を見てるのでね、後からいいの思いついたら、いいのというかいいのここにあったの思い出して、もしかしたらそれ使うかもしれません。何回かあるけど、もうほんまに本気で、そう欲しいので、私は
あかん、こんなハードル上げてさ、いざ投稿したら全然思わなかったら嫌やからあんまり言わんとこ。もういいもういいと思ったらもうその場で気づいたら踊ってたんですよ。なあち、何も入ってなかった。振り起こしをして、それも確かに。いや気づいたら朝でした。びっくりびっくり。そんなこともありました。オールはしたことないけど、でもえ、じゃあね、最悪手編みのタンクトップ、手編みのタンクトップとか作れんの。あ、ゆあぴちゃん、ゆあぴさんプレゼントありがとう。寝れますよ、あんた寝れない絶対。無理、絶対寝れるから。もうそう、成長期ね、ちゃんと寝ますよ、ほんまに。まあなんかどんだからちびんだよ。そう、ほんまに睡眠だけは寝なくていいもん、寝たいから。なんかないかな。ハートありがとう。25日ってことはあと2日。うん、あと2日あるのか。オッケーオッケーオッケー。ほんまに、あの、二度と起きないよ。空き時間に、もし皆さん思いついたら、多分このこのショールームしてるよっていうのをツイッターにシェアしてるので、ちょっとコメントとかで書いてください。思いついたら思いついたらなんか書いてほしいです。お願いします。みんな廃車で爆睡してたんか、その後みんなすぐ帰ってさ、家でさ、寝てんのにさ、その日あのナンバーワン決定戦のモデルコレクション、あかにさん決勝ありがとうのレッスンの日で、2、3時間ぐらいずっとレッスン上でな、美咲さんもやんな。何が？あの、ケンパチのさ、帰った日さ、あの、マジコレのさ、マジコレ？レッスンだ、モデルレッスンだ。あった！え、やばくない？未来は。あれ、私は空き時間めっちゃ寝てたよな。寝た。それ始まるまでめっちゃ寝て。全員寝てたよな。もうしんどかったもん、あれめっちゃ。それは、あの、まず誰よりも早く寝て、次の日誰よりも遅く起きてメイクしてもらって、あの半分寝ながら朝ごはん食べて、半分あのケイトさんの走るやつやったやん、あれでやっと起きて、なんとか起きて、そこからはちゃんと起きて受けなるわな。鼻の隣人がかじられてる。会社で寝る、劇場着きます。てか雪降ってたね。電車で寝ます。ちょっとだけやけど、家で寝ました。地域によってちゃうかな、んばちょっとだけ降ってたかな。で次の日昼夜公演。ほんまや。えら。しかも2回目やろ、それで。えら。やばいよな。え、そう、2回目やねん。ちょっと。体力がね。あかん。二の腕めっちゃ痛い。自分たちは若い。筋肉痛や。ど根性プラスミヒネって。なんかさん、ありがとう。じゃあちょっと壇上読みます。すみません、なんか私はね、そう、でも最近学校、はい、13位チャリオさんありがとうございます。12位リキオさんありがとうございます。11位北斗、なんて読むの、ケンシロウさんごめんなさい、ありがとうございます。11位シンチンさん、初24時間配信です、ありがとうございます。9位野原しんのすけのすけさん、ありがとうございます。8位マチャピーさん、ありがとうございます。7位ナンカスさん、ありがとうございます。6位ユアピさん、ありがとうございます。5位アカニシさん、ありがとうございます。4位グルさん、ありがとうございます。3位トモヒコさん、ありがとうございます。2位タケボーさん、ありがとうございます。1位タクヤンさん、ありがとうございます。ちょっとまた皆さん私のツイッターとかでも書いてください。当選メール月曜日昼公演ありがとうございます。お昼って絶対私もなんかいいの思いついたら書くけど、書くというかそれにするけど何も思いつく気がしません。でも考えるのは考えます。まあでもなんか面白いの皆さん。思いついたら、ね、リプしてください。じゃあすいません、なんかあんまり話せなくて。ありがとうございます。平日やんな。だって平日やんか。26日とかさ。すっぴん恥ずかしいから切ります。バイバイ、ありがとう。